はい、こんにちは。物欲なガジンモンモンだよです。今回はタオトロニクスからのレビュー品です。サウンドバーという、今回は Bluetooth ワイヤレススピーカーご紹介いたします。このようなシンプルなパッケージングになっています。パッケージは本体と説明書と、これはね、電源駆動ですね。このようなアダプターがついています。内容は本体と説明書と、あとは AUX 接続用の 3.5 ミリのおソースのケーブル、あとは、これは電源ですね。電源駆動、以前紹介した TTSK025 というモデルと比べると一回り、ね、大きいタイプになります。今回のモデルは TTSK027 というモデルです。こんな感じのサイズ感です。側面を見ても一回り大きいのがお分かりいただけるかと思います。スピーカーネット、これめっちゃもわれてますね。これすごい紫でモニター映ってますけれども、どうでしょうか。では本体見ていきましょう。こちらはこのようにね、タオトロニクスということで、もう非常にね、ブランドとしては確立されているメーカーさんかなと思います。52ミリ系のスピーカーが2発、7ワットが2発、計14ワットの出力を持ったサウンドバーです。ゲーミングサウンドバーと書いてあるように、まあ、ゲームをしたり、まあ、音楽ね、聞くのもちろんいいかと思います。このように、ステレオ感ね、溢れる音で聞けるというね、非常にスリムなテレビの下とかにね置いておくと良さげな、このようなまたモニターの下でもね入るスピーカーです。上面見ますと操作パネルがありまして、このようにボタンもねヘアライン加工がしてあって、非常に高級感がある感じです。どっちかっていうとボタンはねいい感じなんですけど、この天面がのぺっとしちゃってるので若干チープさはあります。背面はこんな感じで、ゴム足がありまして、振動を、ね、防止してくれるような作りになっています。背面このようにダクトがありますね。そして、ここ壁掛けができるように穴が、ね、開いていますので、このように床置き、テーブル置きだけでなく壁掛け対応です。あと AUX のインと、あ、アウトもあるんですね。これアウト、そして DC アダプタの端子があります。と、まあ、バッテリー駆動ではなく非常にシンプルな電源 DC 電源駆動のスピーカーです。では電源オンです。うお、光る。光りますねこれ。しかもスピーカーフロント部分に液晶モニターがあります。透けて見えますかね。Bluetooth 接続がこの状態で可能です。ペアリングします。これでペアリング完了です。というかめちゃくちゃ音でかいですね。これ大丈夫かな。ではエピデミックサウンドから少し聞いてみましょう。ということでいろいろと聞いてみました。いやこれね音量がめちゃくちゃでかいですね。今ねこの iPad mini で言うと今ねこんなもうねスズメの涙 20% ぐらいの音量です。で本体でもこうプラスできるんですけど、16のうち16なんかにするとやばいですね。4とかですね、そんなもんで普通に聞ける感じです。かなりこれ 14W なんですけれども、
大音量かなというふうに感じました。で、LED これかっこいいですよね。これ自動的に切り替わってますけれども、このボタンでライトオフ切り替えれるみたいですね。オン。あ、このように点滅して変わっていくタイプと、リニアに変化していくタイプ。このようにライティングも変えることができるようです。あとね、ストップウォッチ機能があるらしくて、用意スタート。これ何に使うんでしょうね。カップラーメンでも食べながら音楽聴くのかな。謎です。長押しでゼロに戻ります。このように、秒数が測れるタイマーというかストップウォッチ機能がついております。で、音質なんですけれども、結構ね、軽めの音です。かなり重低音出るのかなと思ったんですけれども、意外にもね、そこまでズン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 来る重低音ではなくて、どっちかというと高音域が、聞こえてくる特徴のある音かなというふうに思いました。なので、まあ、重いね、どんどんとずっしり来る音というよりは、非常に軽い、まあ、ちょっと悪く言えばチープさを感じさせるような音かなと思いました。うん。筐体もそんなに重くなくてですね、まあ、プラスチック感はありますので、そのあたりの筐体の重量も相まってかと思いますけれども、ズンズン来る低音ではなくてね、さらっと聞ける、まあ、軽い音かなというふうに感じました。逆に変に聞き疲れしないので、まあ、BGM 流したりね、ゲームの音聞いたりというとこで、高音質の音楽を聞くぞって構えて聞くというよりは、まあ、テレビの音スピーカー代わりとして使うとかね、まあ、そういった用途が向いているのかなというふうに思いました。ちなみに起動終了音がめっちゃでかいので注意してください。これはね、ダメですね。この音量に伴ってね、起動終了も変えてほしいんですけど、多分 MAX なのかな。終了音いきます。これはね、夜にね、消したりつけたりできないと思います。周りの方ね、起きちゃいますので、何事かということで、ここはね、改良点かなと思います。ということで、このようにね、非常にスリムで、LED がついてかっこいい、タオトリニックスの PC ゲーミングサウンドバー TT-SK027 というモデルご紹介いたしました。ということで、今回見てくださりどうもありがとうございます。